カサスルベロです。今回ですね、10月2日金曜日に始まるハイキュートゥーザトップ第2クールのカラスノの見どころについて話していきたいと思います。この動画はですね、今アニメになっているところ以降はネタバレなしでご紹介していきます。まず気になるのがやっぱり日向ですよね。第1クールではボール拾いに徹した日向でしたが、確実に身になることがありました。レシーブの位置取り、スパイカーのモーションの観察、そして返球、それらは役立つのか、日向の成長に大きく関わるのか、期待していただきたいと思います。そして影山、日本ユース合宿に参加して一発かまされました、このセリフ、お利口さんよな。この言葉に悩みに悩んだ影山、鵜飼コーチやチームメイトのおかげで伊達校との練習試合で吹っ切れたようになりました。その影山が今回の稲荷崎戦でどのようなプレー思考を見せるのか、ご期待ください。そしてまだ見どころがあるキャラがいるんですよ。それが田中と西野や、具体的にはまだ言えませんが、成長、活躍、それとも葛藤、とにかく激アツです。これらはぜひ10月2日からのアニメでご覧ください。第2クールが始まるということで、ただいまこのチャンネルでは第1クールのおさらいと称しまして、感想原作との比較動画を上げてます。ぜひご覧ください。そして来週10月2日アニメが始まる日ですね、夕方6時には稲荷崎側の見どころをご紹介しますので、ぜひご覧ください。 SNS の告知です。ほぼ毎日ブログ更新、週1でインスタ更新、ツイッターやってます。動画の情報など先出ししてますので、フォローよろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。これからもですね、金曜日6時、日曜日5時に配給動画あげますので、チャンネル登録して一緒に部室で食べりましょう。アニメトーク系、ゲーム実況、ほの見える少年、作詞作曲のチャンネルやってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで本日もあざした。